を廃止、安倍内閣退陣、 5.3 周回を成功させよう。 4.19 国会前周回を始めます。本日司会を務めます憲法共同センターの湯原です。よろしくお願いいたします。熊本を中心とする今回の大震災で、すでに40数人の方々が亡くなられています。熊本県や大分県などでは多数の死傷者が出ており、家を失った人々をはじめ、ライフラインなどには大きな被害が出ております。本日の集会に先立ちまして、私たちは今回の震災で亡くなられた皆さんに心から哀悼の気持ちを表すために1分間の黙祷を行いたいと思います。それぞれの皆さんのやり方で哀悼の気持ちを表してください。それでは始めます。黙祷。建物の間口はブースではありません。移動お願いします。朝から来たのであれば先に来た方の移動お願いします。黙祷を終わります。安倍政権が戦争法を9月19日に強行してから7ヶ月経ちました。私たちは決して忘れません。